どうした忠勝、何かあったのか。ん、あれは元近、元近じゃないか。よく来たな。いきなりどうしたんだ。ま、近くまで来たんでな、顔でも見せようと思ってよ。それじゃあ早速邪魔するぜ。ああ、忠勝の言う通り、ただ顔を見せに来たというわけではなさそうだ。さて、まずはこの目で確かめさせてもらうぜ。お前がどれほど成長しているか、お前の心の海にかかるもやの深さを、そいつを確かめるのも俺の役目だ。進め。おいおい、元近、一体何をする気だ。ちっと荒っぽいが、こいつが一番手っ取り早いんでね。鎖で結ぶ絆に、未知への後悔に幸あれ。久しぶりだな、家康。元気にやってるか。血迷ったわけではなさそうだな、元近。こいつはちょっとした挨拶代わりだ。海賊流のな。らしいといえばらしいが、お前のことだ。何か理由があるんだ。顔もな。おっと、気を抜くなよ。手元がお留守だぜ。何が天下創世の御事乗りだ。しゃらくせ。どうした。忠勝、まだ無茶はするな。挨拶は済んだかな、元近。それでこれからどうする。さて、どうしようかね。ま、行きがけの打診だ。ちっとばかり稼がせてもらおうかと。そう驚くことはないぞ、忠勝。こういう男なんだ、元近。おっと、いけれ。俺としたら、手土産を渡すのをすっかり忘れていたぜ。あんたら血も涙もねえ。手土産とやらは忠勝に渡してくれ。後で受け取っておくよ。まあ、そういうな。ここまで来たんだ、直接渡してじゃねえ。やろうでも、俺の代わりに黙祷しといてやってくれ。ひとっ走りして持ってくからよ。ま、のんびり待っててくれや、元近。歯車が欠けてしまっては、もう男が男に惹かれちまう。分かっちまう気がするぜ。拙者の剣を受けられるほどの鍛錬を。怖くてたまらぬ狩りの鬼を。逃げてえとも思わねえ。
一本道だってのによ。忠勝殿専用の貴重な兵糧が。わしの絆に触れる覚悟があるということだ。今日まで本当にありがとう。さあゆっくりと休んでくれ。酒が欲しくなる。宝はどこか。あった。家康様、忠勝殿、お二方に顔向けできぬ。必ずや勝てる、勝てる、勝てるのだ。うらうらドキドキ。海賊様のおとりだ。重かったろ俺の怒りは。よ、船出したんだ。最後まで諦めはしねえ。さて広がるはどちらの時代だろうな。こんなことなら俺が身代わりに。狩りの鬼を食わりちまいな。いつ見てもすごいな、この潜水は。とてもじゃないが、わしでは取り回せそうもないよ。我らが絆を嘲笑うとは。貴様ら。さっき、落とし物しちまったよ。うん、命をな。
私の策を怪我させはせぬぞ。やるか。シャワンの期待を裏切るな。ここまで来たら根こそぎちょうだいだ。こうなれば、この二の足で運ぶのみ。本陣だけは明け渡せ。わかるだろう。栄枯盛衰だが、むざむざと衰えはせぬ。家康様を乗せて飛ぶのが忠勝様の生きがいなんだ。この翼だけは何があっても譲れねえ。俺の兄貴みてえにビシッと決めてやる。最後までお仕えしとうございました。天かける忠勝様、もう一度見たかった。ああちーっと聞こえねえな。お前の本当の用向きは何だと聞いているぞ。おい家康、それか。お前の中に無数の明るき絆が見える。なんで海賊流の挨拶は気に入らねえかい。おいおい、やる気出しすぎじゃねえのか。戦でも喧嘩でもやるからには勝ってやるさ。すまないがみんな、もう少しだけ耐えていこうか。お任せを。いかなる戦においてもただ勝つ、それが戦勝だ。天下なんざ興味ねえ。海がありゃそれでいい。やるか。シャワンの期待を裏切るな。戦わず集中していこう。敵もまた強い。戦わず少なくとも戦場では思い悩むのはやめるんだ。ふりしたら見逃してくれたりして。兄ちゃん、これが俺の実力よ。しかもまだ4割、いや3割、1割の力よ。そういや兄貴、なんで眼帯してるんだっけ。
心なしか。忠勝様のお体が死んでいるような。やるぞ。勝つのは聞くまでもねえな。悪いな本田、ちょっとそこで寝ててくれ。じゃあ大波だ、全部飲み込んで押し流せ。そのね、本気だな元近、本気でわしとやり合うつもりだな。今さら何言ってるんだ。俺は頭から終わりまで本気よ。分かった、お前の本気にわしも付き合おう。全力で行くぞ元近。そうしてくれ、お前の全てを俺にぶつけろ。そうでなきゃ意味がねえんだよ家康。迷いのない固い拳だな。迷いがあっては前には進めない。わしは迷うことをやめた。そりゃ結構。元近、お前はそれを確かめに来たのか。カラクリの良さは仲間には分からねえさ。さてね、どうだか。迷うことをやめただって無理しやがって。この戦場でただ一人武器を持たない男か。そら、お待ちかねの手土産だ。しのごの言わずに受け取ってくれや。聞いたぞ。